す。本日挑戦していただく企画、はい、絵画教室となっております。絵画教室、隠れ家的なアトリエを用意しました。あ、アトリエ。最近はさ、こう住所だけこう送ってきてさ、ここへ来いっていう、こう地図も何もない状況でこう来るわけなんですけど。なるほどね、ここなわけだ。そうです。でもいいですね、いい天気だったから楽しかったよ、ここまで来るの。ありがとうございます、ね。うん、どうですか、絵画だね。絵画ですよ。あのさ、俺の画材を知ってる？あ、無言だね。多分11の挑戦中最大のそしてこの企画自体のハイライトとも言える、無駄にテンションが高いかもしれない。ありがとうございます本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おいしい11の挑戦、何回目か分かりません。今日はですね、東京の閑静な住宅街にある、アトリエモノトーンさんをお邪魔してですね、おいしい11絵画教室に挑戦という感じでしょうか。ということでですね、今日森重に指導してください、小島香織さんに、ご指導よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、一番大切なのは、結構大人になると自分はこういうものってもう認識しますよね。持ってますよね。持ってます。で、こういうものだからこう書けばうまく書けるとか、はい、そうじゃなくて、もう生まれたばかりの赤ちゃんみたいな目線でこれなんだろうっていう目で見ていただきたくて、何か知らないものだけどとりあえずそれを写してみようっていう、で、上手に書こうと思わないでください。はい、はい、分かりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速なんですが、はい、お願いします。美しいラインの引き方からいきたいと思います。はい、ライン一本見ると、うん、デッサン力が分かってしまうってくらいラインが大切なので、はい、そのラインの引き方をやってみたいと思います。嬉しいですね、はい、僕にもラインが引けますかね。これね、あ、っていうかもういきなり自分の頭の中にある線が描けてないんですけど、入れたらちょっとピーマンみたいになってきましたね。要はさ、何が何だか分かんねえんだよ。捉えどころがない。まずこう書いた時点でこう眺めてみるとさ、なんで現実とこんな違うものを俺は書いてんだろうって思うんだよ。俺愕然とするんだよな。どうも位置関係もちゃんと捉えられてないし、各バナナとリンゴの形も正確に把握できてねっていうさ、だってこんなリンゴ上に来てねえもんまあほぼほぼね、こんな感じで僕何か絵を描いていくと必ずアウトラインがこうグニャ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 するんですよ。これは筆圧はどうなんですかね。スピードが遅いんじゃないでしょうか。スピード遅いですね。CD に書くとまっすぐ書けますよ、うん、こういう感じでちょっと斜めに、はい、で、このここをスライドする感じですね。いや、手のこうのところ、こう汚れてくるんです、はい、という証拠なんですが、はい、ほおー、かっこいいってことは僕の場合左利きなので逆ですかね。こう当ててですね、はい、これでいいですか、はい、で最初強く当てて、力入れてスライドして、あら、手首使わずに体で変えてください。あ、はい、そうです、そうです、そうです。で、できれば姿勢、背筋伸ばして足ちょっと開いて OK です。自分が安定していると安定したスタイルを引き出すので、これは不安定な心を表しているわけですかねOK です。はい、はい、はい、そうしましたら次のステップとしては、はい、自分に力を入れて、はい、抜いて力を入れる。あー、抜いて、あら、全部入ってたそうです、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 いいですね。はい、はい、すごいんですよね、この鉛筆。そうなんですね。これを腹で描くって言うんですけども、はい、これが腹で描く、これがラインで描くって書く
かと思うんですが、花火かくときに長い方が一気にたくさんかけますよね。見えますね。やってみてください。できてますか？できてます。これが花火かくです。あ、本当だ。はい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 、はいはいはい。鉛筆ってこんなに使いようがあるんですね。そうなんです。って感じです。すっごい感動。うんうん、あの隙間が要はこの凹凸の白の部分が埋まりますね。そうなんですね。はいはい。おお、感じ違う。違いますね。なので指輪も道具の一つと。ガーゼ。ガーゼです、ね。はい。すごい。指よりも全然なんかこうあの色味が馴染んでこうボケますね。そうなんです。すごい、こんな違うんですねって言うとね。なるほど、こういうスキルでその単色で奥行きを出していくわけですか。なるほど、ありがとうございます。練り消し、練り消し。消す役割の他に光を描く。光を描く、はい、ハイライトの部分ですね。そうですね、描いてみてください。 おー、本当だ、うん、ハイライトの明るいところが出る。じゃあこう塗ったものをこうやって取っていく作業っていうのもこうやるわけですね、描いていく中でね。逆に描きすぎて、はい、ちょっとまた光を作るとか、はい、光を作りすぎて描いてから光を照射するとかの方が描きやすい場合があります。ああ、はい、これは深い。なるほど。なんだその鉛筆一本の持ち方、からやっぱりすごく必要なスキルなんだなっていうか、これさ中学2年の時に、はいはい、担任が美術の時に、その先生ね、俺がもう中1の時に書いたのにめちゃくちゃダメ出しして、はいはいはい、すっごいその先生にやってみてて、それからね、なんかね、担任ながらね、中学2年の時に美術のテストを1個も出さないって、すごいこう悪い点数を持ってあるぐらい、もうすっごい嫌いになっちゃったね。だからそれからね、なんかこう、あ、自分はもう嫌だと思って、なんかすごくそういうことに対してなんか積極的に考える気持ちが一切なくなってたんだよね。でもすごいこんな風に教えてもらったら、あ、なんかびっくり、こんなことができるんですね。ベーシックなものがないことで何ができないかっていうと、要は伸びないんですよね。オリジナリティとか自己流のやり方でやると自分のできることはすぐできるようになって、その自分のやり方として完成はするんだけど、いわゆる原理に基づいてないものって、これ自分のやり方ってる時もそうだなと思ったんですけど、結局ベーシックな理にかなったやり方を知らないと伸びないんですよね。そうか、なんか全然違うと思ったら、このリンゴとバナナの重なってる位置が全然違うじゃないか。もうここのデザインがここに来てると思うんですよね。はぁ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 。おぉ、すっげー丸くなった。なんだこりゃ。ありがとうございます。なんとなく最初とはえらい違いが。リンゴとおー、おいさ、いやー、ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、面白いですね。あの、はい、本当にあの絵をこう描くということに対する、はい、まあ、過去 そのトラウマのようなものがやっぱりこうすごく強く自分の場合にあって、とにかくもうできれば避けて通りたいっていうことがすごく多かったんですけども、はいはい、いわゆるそこにこうどういう道具を使ってどういう視点で何を描くかっていう、全くこう自分は逆に言えば素の状態で今日来させていただいて、はい、あなるほどなって、すごくその鉛筆って本当にこうね、散々使い慣れた道具のはずですけど、あ、こんな風に使ったことがなければ、要は使えないのは当たり前ですよね。全てこう意味があってってことをすごく今日感じさせていただいて、あと自分がいつも見ているものに、いかに自分の思い込みと、やっぱ経験ってやっぱ思い込みを作ると思うんですけども、そのやはり経験によって作られた自分の思い込みの
やっぱり実物とのこのギャップ感っていうのがすっごく面白い。面白いし、逆に言えば僕自身が思っているいろんな自分の経験によって知っていることっていうものの中に疑うべき点がたくさんあるなってことも今日の、はい、ここですごく自分自身もまた考えられるようになったなと思いましたし、はい、こうやってとにかくリンゴとバナナとおぼしきものを僕がこうこうね画用紙に書くことができたのが本当に嬉しいです。どうもありがとうございました。とても嬉しいです。本当に光栄です。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで11の挑戦、今日は絵画教室ですね、来させていただきました。そしてこの森進さんが描いたこの絵をですね、ご覧の皆さんの中から応募いただければ、じゃあ抽選で1名の方に差し上げますので、ぜひぜひ、ね、一生懸命描きましたので、応募してください。ということで今日は森進11、11の挑戦、絵画教室に挑戦という巻でした。食べてください。これモチーフ多分このなんか供養ですね。ということでじゃバナナからいただきましょうかね、はい、うん、うまいよ。なんとって俺が描いたバナナ、丸かじりすんなね。35年ぶりぐらいなので、うん、おいしい。